皆さんこんにちは。今日はですね、また宝塚について語りたいと思うんですけど、宝塚っていろんな宝塚用語っていうのがあるんですよ。それをちょっと解説というか、こんなのがあるよっていうのをやっていこうと思います。これもね、なかなか宝塚を見たことのない人は知らない話だと思うし、宝塚を見始めた人も勉強になると思うので、ぜひ見ていってください。楽しんで見ていただけたらいいなと思います。それでは、行ってみましょう。これもですね、いろんな言葉があるので、何を言おうかなと思ってネットを見てみたんですけど、あいうえお順で書いてるところが多かったので、あいうえお順でいきたいと思います。まず、愛称。宝塚って愛称で呼ぶことが多いんですね。例えば、有名な方だと、天海祐希さんはゆりちゃんって呼ばれてたんですね。天海祐希なのにゆり。なぜかっていうと、本名がゆりさんなんですよ。これはなんでこういう呼び方をするかっていうと、音楽学校時代、まだ芸名がついていない時にこの呼び方をされていて、でそのまま芸名がついた後もみんながゆりちゃん、ゆりちゃんって呼ぶので、天海祐希さんでもゆりちゃんと呼ばれていることが多かったりするんですね。このように宝塚には芸名と違う名前で呼ばれる愛称というものがあります。続いては、これは前の動画でも少し話したんですけど、お茶会っていうのがあるんですね。お茶会っていうのは、いわゆるオフ会とかファンミーティングとかそんな感じですね。お茶会はだいたい宝塚大劇場の公演で1回と東京宝塚大劇場の公演で1回と公演ごとに1回ずつあります。次、男役。これは、男役って言ったら、男役ってわかると思うんですけど、宝塚は男役、女役っていう呼び方をしなくて、男役、娘役っていう呼び方をするんですね。なので、女役ってよく言っちゃう人いると思うんですけど、女役じゃなくて娘役なんです。で、トップになると、男役トップスター、娘役トップスターとか、そういう言い方をします。次、会なんですけど、前の動画でファンクラブの話したんですけど、実は宝塚ってファンクラブっていう言い方じゃなくて、会って言うんですよ。なので、例えば、私だったら、はるチャンネルのファンクラブのことを、はるチャンネルの会と言います。会言ってるけど何のことかなって思ってる人ね、いるかもしれないんですけど、ファンクラブ=会というのを覚えておいてください。次、宝塚を見ていくと、ファン同士の会話で、健1、健2とかいう言い方する人いると思うんですけど、健1、健2って何かっていうと、研究科1年、研究科2年、っていう言い方をするんですね。なので、宝塚歌劇団に入って、1年生、2年生、3年生っていう感じで、研1、研2とかいう言い方をします。で、この研1とか研2とかどういう時に使われるかっていうと、新人公演っていうのがあって、研7以下の人しか出れない公演っていうのがあるんですけど、本公演、今やっている本公演をそのまま新人だけでやるっていうのがあるんですね。それが新人公演。これは県7までの人しか出ることができません。あと他にトップスターになった時の年数。県10でトップスターになったとか、県3で娘役トップスターになった、すごいねとか、そういう時に県いくつっていう使い方をします。次、さよなら公演。これはですね、トップスターが対談する時の公演をさよなら公演って言うんですけど、さよなら公演の千秋楽とその1個前の公演にはさよなら賞っていうのがついていて、そのトップスターが今までにやった思い出の曲とかをそのトップスターだけのためのさよなら賞っていうのをやります。トップスターだけじゃなくて、その公演で対談する人が一曲みんなで歌ったりとか、そういうこともあります。で、大概トップスターと一緒に対談すると、そのさよなら賞があったりとか、対談も割と豪華になるので、トップスターと同じタイミングで対談するっていう人は結構います。次、シャンシャン。シャンシャンはとても重要なものなんですけど、公演の一番最後に、こうやって何か持って出てくるじゃない。あれをシャンシャンって言います。シャン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 やりながら出てくるんですね。宝塚ではとても重要なものです。次、宝塚には総研っていうのがあるんですけど、総研っていうのは組総研と会総研っていうのがあって、組総研はその組の人たちがみんな一緒に見ましょう、会総研はその会の人たちがみんなで一緒に見ましょうっていうのが組総研と会総研とあります。会のチケット、会チケって言うんですけど、会でお取り次ぎをしてもらえるチケットを取らないといけないので、会総研の日っていうのはファンクラブに入ってないと会総研は見れないですね。次、初舞台。初舞台は宝塚音楽学校に2年間通った人が宝塚歌劇団に入ることができるんですけど、宝塚音楽学校に2年間通って卒業した人が初めて舞台に立つ時のことを初舞台って言います。初舞台の時は同期だけのラインダンスっていうのがあって、それが一番の見どころになっております。同期全員で公演をするっていうのはこれが最後の機会で、宝塚歌劇団に入ってしまったら5つの組、花、月、雪、星、空って5つの組に分かれてしまうので、もう最初で最後の宝塚歌劇団での同期だけでできるものっていうのがこの初舞台のラインダンスになります。次、村。村もね、よく使うんですけど、これ知らない人は何かなって思うと思うんですけど、宝塚大劇場周辺のことを村って言います。なので東京宝塚劇場の方で見てると、会話の中で村の千秋楽行ったとか、村の初日は行ったとか、そういう会話がなされますね。次、ロケット。さっきラインダンスするって言ったんですけど、ラインダンスのことをロケットって言います。なのでロケットの一番端にいた子可愛かったねとか、まあそういう言い方をしたりしますね。はい、いかがでしたでしょうか。本当はもっとたくさんあるんですけど、ちょっとなかなか全部語り出したら1時間2時間じゃ収まらないぐらいになってしまいそうなので、今日はこれぐらいにしておきたいと思います。最近は宝塚も結構テレビに出たりとかもして話題になりがちなので、一回見に行ってみたいと思った方は現地に行って宝塚大劇場村で見るのをおすすめします。ということで、私の動画がまた見たいと思ってくれた人はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。今日も動画見てくれてありがとうございました。